回は地磁気観測衛星をメインに、変な形をした人工衛星を紹介します。まずはこちら。2013年に打ち上げられた地磁気観測衛星。その名も、スワームです。台形の本体に長いブームを持つ、珍しい形をしています。まるでカマキリみたい。普通なら箱型にすればいいものを、どうしてこんな妙な形にしたのか。その理由は打ち上げに隠されています。映像はスワームを放出している CG です。映像からもわかる通り、このスワームは3機を同時に打ち上げています。フェアリングになんとか収めようとした結果、このような奇妙な形になってしまったのでしょう。ちなみにスワームは当初、4機での運用を予定していたそうです。そうなったら2つのロケットに分乗したとは思いますが。そしてこの衛星のもう一つの突っ込みどころは、そのブームにあります。このブームには、0.5 ナノテスラの精度で計測できる、精密な磁力計が取り付けられています。0.5 ナノテスラというのは大体、家庭用磁石の1000万分の1、地磁気の10万分の1です。非常に精密に計測できるため、本体に積んだ機械からの電波も無視できません。だからなるべく本体から遠ざけたところに、磁気の計測機械を置いているのです。同じ理由で、かぐやや望みの磁気観測装置も長い棒の先に取り付けられています。この精密さでもって地磁気の変化を追いかけ、磁気嵐の予報につなげるのが狙いです。で、このブームの展開方法がこちら。すごい、ブランブランしてますが、切り離したら、揺れるのが収まるのを待つという、なんとも原始的なやり方です。モーターを動かすよりも、火薬で抑えを切る方が、安価で信頼性が高いのでしょう。でももうちょっと頑張って欲しかった。こんな変な形をした衛星ですが、トリオで協力して観測にあたり、きちんと成果を残しています。この他にも地磁気を観測する衛星は、どこか妙なものが多くあります。例えばドイツ航空センターの、ジャンプという衛星。スワームより一昔に製作された衛星ですが、形がよく似ていますね。背中から見ると、今度はカメムシみたい。製造元はどちらもエアバスの子会社、アストリアムで、観測対象も同じなので、この二つは似ていて当然なのかも。というかエアバスの衛星って結構ゲテモノ。いえ、ユニークな形のが多い気がします。次はデンマークのOersted。こんな形でも、立派な観測衛星なんですよ。本体が小さすぎて、ブームと箱のどっちが本体かわからないくらい。本体は72センチしかないのに、ブームは8メートルもあります。むしろこんな小さな本体で、よく電力や通信が確保できたなぁと感心してしまいます。おまけでもう一つ、こちらは海洋探査衛星のGeosatです。海水の高さを測るために、ブームの先にレーダー高度計がついているのですが、どう見てもタコだ。多分円筒型に収めるために、このような太陽電池パネルの配列になったのでしょうね。ブームの先に目があると思うと、なんだか神話生物みたいな。というわけで、今回は短いですがこれでおしまい。次回もお楽しみに。